今年で50回目となる放送文化基金賞は、過去1年間に放送配信された中から優れた番組や個人グループが表彰されるものです。昨日行われた贈呈式では、RBC テレビで去年12月に放送されたラジオの神回テレビで語るが、エンターテインメント部門の奨励賞を受賞しました。 この番組はラジオで神回と話題となった放送を出演者と一緒に聞いて裏話や後日談を語るという内容で審査員からはラジオとテレビの双方の魅力を熟知したラテ県営局ならではのユニークな試みなどと評価を受けましたリスナーの皆さんそれぞれが面白いと思うものがテレビを通してみんなの面白いに変わっていくその変化と広がりを日々感じています。 ラジオの神会テレビで語るは毎週金曜日深夜に放送されていて TVer などで配信もされています。